このクラスは今未曽有の危機に陥っていた。学校崩壊寸前のピリついた空気、飛び交う惰性、みんな文化祭の出し物を決めているのだ。はい、みんなストップ。出し物を一言 PR してもらってもう一回多数決をしようってことが言いたいんだよね、只野くん。え、あ、うん、我はバンドがいいと思う。だが神の歌声聞きたくはないか。聞きたい。俺は同人誌即売会を押すぜ。コミさんがコスプレで売り子をやりゃバカ売れってもんよ。新キャラ、はい、私はお化け屋敷を推薦するわ。それに薄暗いところだったらコミさんのお尻触っても大丈夫そうだから。確かに。 OK マスター、レッツキルダホービーチ。ディスコダメ。見てください。うん、私はもう潜らせたきゲームがいいと思いましょう。いて、コミさんに叩かれたいので。デザイナー僕はなんといってもメイド喫茶をよ。見たいだろコミさんのメイド姿。そりゃ見たいよ。私はおにぎり屋さんだな。ほらやっぱり定食って必要だろ。私おにぎり握るの得意だ。コミさんのおにぎり。私フランクフルトも。コミさんに私のフランクフルトをしゃべる。言わせないよ。占いとかやろうよ。コミさんとの相性も占えるしさ。相性知りたい。自主映画上映会は忍び衆がさらわれたコミ姫を救いに行く。西洋王国旗に決まっているだろう。忍者はナンセンスです。普通に予算で無理です。同票だった。コミさんは何に入れたんですか。あの本当差し支えなければで大丈夫なので。え、おメイド喫茶ですか。メイド喫茶だ。クラスは一丸となった。